動画をご覧の皆さん、こんにちは。競馬ブック美穂の赤塚です。よろしくお願いします。今週の推奨馬ですけれども、日曜日の中山から1頭推奨したいと思います。8レース3歳以上500万の1800m ダートの 1800m 戦に使いますカフェアトラスを推奨したいと思います。カフェアトラスは、これまでねダートで7000円したんですけれども、4着以下に敗れてしまったのがデビュー戦と前々走の2回と、まあ、前年走はですね6着に敗れてしまったんですけれども、この時はちょっとこう前走からね中4周少し間が空いてしまいまして、ちょっと厩舎の人に聞いてもですねちょっと馬の気が抜けちゃったかなというふうに言ってたんですね。まあ、それでいてちょっと時計も早かったので、まあ仕方ないところはあるかなと思います。逆にですねその後中2周とね詰めて使ったことによって3着とちゃんと巻き返しましたし、まあ、この時はね1着ちょっと強くて2着馬もねなかなか逃げてしぶとかったんですけれども、もう4着以下には7馬身の差をつけましたので、まあ、今の500万であればねもう力は普通に上位なのかなと思います。北海道からね帰ってきてからも順調に来ているということですしね、ちょっとメンバー的にもここはねチャンスありそうなところですので、まあ、この馬から買いたいなということでこの馬を本命にして推奨したいと思います。まあ馬券は単勝しっかり買いたいなというのと、まあ、3連複でちょっと紐穴を狙って、うん、ちょっとその調教の動きがいいビップデビットや、まあ、格下なんですけれどもちょっと逃げたら先行したら怖そうなトミケンセイグラあたりを中心に、まあ、シャムロック、サーストンウィナー、カガスター、サイモンジルバとこう印の打ってるところにですね3連複流して買いたいかなと思っております。そしてもう一つですね、今週のメインレース日曜日のメインレースは、オールカマー中山で行われますオールカマーですね。僕の本命はエアアンセム、11番のエアアンセムにしました。エアアンセムですね、もう函館記念前走勝ちまして僕も函館目の前で見てましたけれども、本当に上手に立ち回ってですね前が相手からもこうスッと反応してね抜け出す、もう正攻法での完勝ということで、本当ここに来てね、力をつけて本格化してきたなという印象が伺えました。まあ、無理にね札幌記念使わずにこちらにね照準合わせて、じっくりやってきたというのもねむしろプラスだと思いますし、もともと鉄砲も効くタイプなんでねあまり休み明けを苦にする必要ない、こう割引く必要はないのかなと思います。もともと中山も得意にしてますし、ちょっとこう血統的なところで言いますと先週ねセントライト記念があったんですけれども、勝ったジェネラーレウノと2着レイゲンダーはともにこうお父さんがスクリーンヒーローと母父シンボリクレセースということで、こうロベルトのね血を持った馬がワンツーということなので、非常に今の中山の舞台にも合ってると思います。エアアンセムお父さんシンボリクレセースですしね、そういう血統的な背景的にもちょっとこう狙って中山の舞台で狙ってみたいかなと思います。まあ、ここから、相手レイデオロとダンビュライト2頭への馬連を中心に、あとはそれ以下ですね、マイネル・ミラーのアルワイン、ガンコ、ゴールド・アクターといったところへ3連複を流して、まあ、エアンセムの単勝もね、配当試合ではしっかり買いたいなと思っています。カフェアトラスとエアンセム2と注目していただければと思います。では、ありがとうございます。よろしくお願いします。